じゃあね、こっからは、田中美穂ちゃんが質問してもらいます。これになんかホームビデオみたいな。いいですか？はい、それでは、松村さんは、それでは、何のためにされているんですか？それは、多分、私が思うに、まず1個目が、他者とコミュニケーションを何らかの方法で取るため、2個目が、この自分がこう生きてる世界を解き明かすためなのかなと思いますね。なるほど。